皆さんは日頃から水分をよくとっていますか？水分は喉が渇いていなくても無条件とってください。ブレイントレーナーのたくまです。今日はダイエットだけではなく健康にとっても大切な水分補給についてご紹介します。皆さんは日頃どれぐらい水分補給をされますか？私は全くと言っていいほど飲んでいませんでした。どれぐらいかというと、一番太っていた時期は1日にコップ1杯分飲むかなというぐらいでした。しかし水分不足になると様々な問題が生じてきます。一つ目は循環です。体重の7割が水分と言われますけれども、その水分が不足してしまうと血液やリンパの流れが悪くなっていき、老廃物が体に溜まってしまいます。そうすると、むくみであったりとか便秘であったり、なかなか体重が落ちにくい状況になってしまうんです。二つ目は栄養です。先ほど話したように、全身の血液やリンパの流れが悪くなっていくと、栄養もなかなか全身の細胞隅々まで行き渡りにくくなっていきます。そうすると体や脳が誤解して、もっと栄養や食べ物を摂取しないとという風になっていき、食欲が増していってしまいます。3つ目は加水分解です。聞き慣れない言葉かもしれませんけど、ダイエットには必ず必要です。ダイエットでは脂肪を燃焼させていきますけれども、この過程で必ず加水分解が必要になり、そのためには水が必要になるんです。ですので水分が不足した状態だと脂肪の燃焼効率が悪くなってしまうんです。4つ目は基礎代謝です。私の動画では続けてこの基礎代謝のお話をしてきましたけれども、1番から3番の先ほど話したことを当てはめると、この基礎代謝はどうなると思いますか？そうなんです、悪くなってしまいます。基礎代謝が悪くなり、1日の消費カロリーも下がってしまうんです。以上のような話から、この水分不足とダイエット、ここに深い関係があるというのが分かっていただけたかと思います。ではどうすればいいのかというのが疑問になるかと思いますけれども、私のように4ヶ月で10キロ痩せたいというのであれば、無条件飲んでください。私も太っていた時は、喉が渇いたら飲めばいいやと誤解をしていたんですけれども、慣れというのは怖いもので、普段からこまめに摂取、水分を摂取していない人はなかなか喉が渇いたと認識することができません。その結果、夜になって慌てて水分を補給したりということもあるかと思います。ですのでおすすめは、1リットルから2リットルのペットボトルの水、あるいはタンブラーや容器などを準備して目の止まるところに置いておいてください。そしてそれを飲み切るのを日課にしてください。必ず目に止まるところに置いておくのがポイントです。私自身も毎日出勤するときに2リットルのペットボトルの水を買ってきています。そしてそれを帰るまでに飲むようにしているんですね。さらに水には軟水と硬水とありますけれども、ダイエットしている人には硬水の方をおすすめします。いかがでしょうか？これから水分補給がより重要な季節になってきますので、こまめに水分補給する癖をつけていきましょう。また詳しいダイエットの情報や私のコーチング、直接質問などを受けたい方は、ぜひコメント欄のリンクより私のセミナーにご参加ください。これからも無理なく楽しく痩せるダイエット情報を発信していきますので、一緒に痩せたいという方はチャンネル登録をして次回の動画をお楽しみください。